刺し？鶏刺し美味しいんだって。そうなんだ、うん、でこれ卵、うん、500円以上お買い上げの方に、うん、家族1パック、うん、100円。安っ。めっちゃ安いよね。うん、よかったね。よかった。まあ、結構いるね。まだ埋まってはないでしょ。あ、でも結構いるね。まあまあ散らばっているよ。散らばっているよ。散らばっているよ。受付から先かな。うわ、本当だね。もういっぱいじゃん。結構無理じゃないこれ。行く？無理だね。無理だよね。あっち向いてなかったでしょ。向いて、あっち側は開いたかも。どうする、もう来なかったら。今日はイムタ池に来ました。はい、来ました。ちょっと周りは人がたくさんで、そうです、まだ12時半ぐらいなんだけど、うん、めちゃめちゃもう人がいます。あのちっちゃい富士山ちょっとかぶってるけどね、きっと。本当だ、こっちからしか見えない。まあ後で散歩に行けばいいね。うん、とりあえずテント立てよう。うん、はい、設営をしてそれからだ。はい、はい。なかなか暑いね、うん、あ、ここはあれだね、熱でテントが焼けないようにちょっと厚手の生地でできてるんだ。ここ今この茶色いところ、あ、ここ、うん、ちゃんと配慮がしてあった。さあトングがあるかない。ない。めっちゃ綺麗、本当に綺麗だ。デバ包丁。ああ、上にデバ包丁あるやん。うん、すごいね。あ、屋敷派はね、だって、ほら。今までにリンジンバレットのお得用が高いでもお買い得。あ、本当だ、川見れるんだね。すごいいい雰囲気。ね、雰囲気がすごいいいね。ああ、いいね。あ、男と女と、ね。そうそうそう。で、トイレに行くんだ。じゃあ私行くよ。温泉って感じだったね。なんか近所にあるような温泉だった、うん、昔ながらの本当なんか銭湯って感じ。そうそうそう、銭湯、銭湯、うん、銭湯って感じ。
今の時刻が16時21分になりました。気温の方が21度ですごい過ごしやすいです。ちょっと肌寒いぐらい、うん、夜は寒いかもね。セリンボールで着火します、はい、ターボライターだったらまだ作るの早いかな。ついたね、ちっちゃ火ちっちゃ、本当よ。弱々しいけどこれがまた燃えるんだな。僕が押したせいか。うわ、消えた。向こう電池が全然入ってない。もう充電したんじゃないの。ほら取り差しねえ、うるさいんだけど。朝日ザリッチ、朝日ザリッチでしょ、うん、朝日ザリッチありがとうございます。いただきます。イムタ駅キャンプ場に。乾杯。乾杯。めちゃくちゃ美味しいという鶏肉屋さんの、そう、何だったっけ名前、中村、中村鶏肉店、鶏肉店。美味しいね。うま、生ニンニクあるんだけどするやつがないからやめた方がいいね。うん、今ぐらいの季節が持ってちょうどいい。この夕方のいい時間帯を。うまい。乾杯。これ冷えてる。冷えてる。下に置いてたから。ああ。4時58分。今日は早いよね。
最高。この瞬間が最高。今日はですね、初のローベンスをキャンプで実際に使ってみました。で、中の、今日はこんな風にセッティングしてみたんですけど、ラグをね忘れちゃって、急遽シマドルトンを引いてみました。明日雨なんですよ。雨予報なので、もしかしたら朝から雨が降るかもしれないし。こんにちは。真ん中に。まあそうなんですよ。ごめんなさい、申し訳ないです。みんなに見られます。雨が降らないことを願って、今日は初のローベンスを立ててみました。半袖から長袖へチェンジです。こっから冷気がさ、ふわーって。うん、だって私長袖着てても寒いもん。うん、首元が寒いね。うん。一番絞り。もう全部綺麗やん。綺麗。あっちが朝日だね。うん。乾杯。今日はね、鳥尽くしだよね。まさかこんな鳥刺しがあると思わなかったから、夜ご飯親子丼だと思って。うん。鳥持ってきてるの。うん。でももうこれでお腹いっぱいなんだよね。まあまた5時だしね。うん。うん、いいよ。はい。いた。だって近いもんね、距離が。スリーポイントシュート。ブザービーターだった。あれで。まだビールが。ランタンウォーマーを試したいんだけど。あっちが缶コーヒー買ってないよ。だから、どこちょっと言ってなかった。缶コーヒーぐらい。え、自販機あった。ないか。白カップみたいなのないの。いや、あなたが一番分かってるよね。あ、ドラえもんの持ってきてないでしょ。ドラえもんのだって、あれで使ったの。溶かすので。いや、別にいいじゃん、洗えばちゃんと。いや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 。さすがにそれはちょっと。いやでも平らに置いたらじわじわ焼けるね。いいわ、これいいわ。じんだじんだ焼くときは、うん、なね、燃料の塊だけど。食べてみよう。食べていいよ、食べていいよ。もう私お腹いっぱいだ。で、夜ご飯食べる。まだいい。まだいいよね。うん、まだ6時20分。
まあゆっくりだよ。多分マシュマロ焼いてもいいぐらい。これが今夜の分。明日の朝でも薪する時間ないかもね。ないないない。うん、ない。子供もいないのにマシュマロを買ってきました。マシュマロは子供の食べ物みたいに言ったらダメだよ。あまり近くで焼くとふっくらならないよね。うん、でもさ、焼き加減ってあるよね。うん、もう来た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 。何が来たの。いただきます。うん、サクフワ。ねえ、何してんの。寝心地チェックです。もういいって分かったでしょ。寝れるかどうか試してます。うん、で、どう。どうかな。いや、もう10分ぐらい寝てるよね。早く起きて。これから焼き鳥をしようと思います。皮は取っておきましょう。おお、包丁研いでくれたからめっちゃほら、あ、切れる。めっちゃ切れる。見て、わかる。あ、本当だ、すごいね。すごいでそんな違うんだ。ギーコーギーコーしてたから。昨日研いだばっかだもんね。そう、いや違うよ、前から言ってたんだよ。やっと研いでくれたんだよ。で、昨日のは本気で研いだわけ。マジすごい、切れ味最高。あ、そんなに。うん、ほらすごいね。ほら、こんなん切れる普通。ほら、力入れてないから。なんか聞いたことある、そのセリフ。一度歯が入ったらスーって言うから。デコ打つんでしょ。すごいわ。落とした。洗って食べるけどね。え、もういいんじゃな。いや、いやだよ。いや、洗えば大丈夫よ。本当に。ちょっと火が強いかなと思って。いや、いいと思う、いいと思う。強いぐらいがいいよ。外をカリッと焼きたい。ちょっと熱いね。
まあ、昼口のケトルから湯気が出てるよ。うん、出ました。やっとちょっとちっちゃめのやってます。はい、はい、おいしい。うまっ。めっちゃおいしい。これで取る？いや、蜂で取る。トングとこで。私トングとこやった。トング。今私トングとこ、あ、ここに持ってた。嘘でしょ。ねえ、嘘でしょ。あれで釜でさ炊けたら、あれだったらもう仕掛けとかないって。釜って羽釜ってこと？うん、あ、これですよ、ね。うん、こっちで、うん、おう、うん、もうご飯食べるけ。Thank you.
リ乗せて。いいよ。一度でいいから雪中キャンプちょっと体験してみたいね。ヘル口になってたでしょ。モーニングカンパイ。モーニングカンパイ。モーニングカンパイだ。モーニングカンパイってしたことない。美味しい。新葉春。ダメだね。そっちが良かった。はいはい。いいよ今これだっけ。はい。いただきます。いただきます。ふりかけていい。うん、すごいすごい匂いが、匂いというか香りっていうか。おいしい。ね、おいしい。Time I picked you up outside of school. You said, screw my dad, I make my own rules. It was easier then, so much easier then. Take me back to those easy summer days. When we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us. They couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all, by winter or spring or fall.
felt so alive. And girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. We just had one of those things. I guess I've had some things to figure out, but now that I'm done, I'm full of doubt. Was it easy for you? Yeah, was it too easy for you?